こんにちは。今日私はトマトショルバというインド風のトマトのスープを作りたいと思います。これが栄養があって満腹させてくれる軽い食べ物です。では材料を紹介します。切ったトマト5個、切った玉ねぎ半分、切ったじゃがいも大さじ2杯、バター大さじ1杯、刻んだニンニク大さじ1杯、クミンパウダー小さじ1/4、お砂糖小さじ1/2、お塩、赤いチリパウダー小さじ1/2、胡椒、そして飾りはクリームとブレッドクルトンです。まずバターを熱してネギとニンニクを炒めます。バター大さじ1杯と それから切った玉ねぎ、きつね色にならないように気をつけながら柔らかくなるまでよく炒めてください。ニンニクと切ったじゃがいもを入れましょう。切った生じゃがいも、そして刻んだトマトです。よく混ぜてください。お塩も加えましょう。お塩は早く煮させてくれます。これを3分ぐらい炒めて蓋をかけます。3分ぐらい後でトマトをチェックして少しお水を加えます。そうでないとパンに吸い付く恐れがあります。さっき入れたじゃがいもによってスープが濃くなります。まだ時間が必要なのでまた蓋をかけます。チェックしましょう。はい、トマトが柔らかくなっています。それからじゃがいもです。はい、これもよくできています。火を消して5分ぐらい冷ますために置いておいて、スムーズなピューレになるまでブレンドします。このようにザルを使ってトマトの種そして皮を取り除いてピューレを作ります。このスープをまた火にかけてもう少しお水を加えます。お水1/2カップを加えていい色をつけるために少しのチリパウダーと酸味を収めるために少しお砂糖そしてクミンパウダーを加えます。沸騰するまで待ってください。それから盛りましょう。火を止めて丼に盛ります。そして飾りはクリームとウロコショウと ブレッドクルトンです。これでできています。この熱々なトマトスープをブレッドステックと一緒に楽しんでください。登録とコメントもお願いね。さようなら。